スポーツチャンネル日本プロ野球こんにちは衝撃24億円ではなく623億円ですよ明日は水原一平が緊急出廷絶えず電話をかけ脅迫背後に控えるギャンブル堂元の正体を暴露大谷翔平選手の元通訳である水原一平さん彼はアメリカの捜査当局によって銀行詐欺の容疑で起訴されたとのことです詳しく説明すると水原さんは違法なギャンブルに関与した疑いがありその過程で なんと大谷選手の口座から約24億円もの大金が不正に引き出されたことが米連邦検察によって発表されました水原さんは4月13日午前6時日本時間でアメリカロサンゼルスの連邦地方裁判所に出廷する見込みです捜査当局は11日に記者会見を開きこの件で強調したいのは大谷選手が被害者であるという点ですと述べていますさらに大谷選手の銀行口座の連絡先情報が 容疑者である水原さんの電話番号に変更されていたことも判明電話での銀行とのやり取りの中で水原さんが大谷選手になりすまし資金移動の承認を試みたという記録が残っています米司法省の発表によると水原氏が大谷翔平選手の口座から不正に資金を引き出していた事件に新たな詳細が明らかになりました水原氏が今年の1月から3月にかけてなんと約1000枚もの野球カードを購入するために 大谷選手の口座を使っていたそうですその総額約4980万円にも上るとか驚くべきことに彼は JAYMIN という偽名を持ちこれらの野球カードをクラブハウス宛に郵送させていたとのことこの行動を一つとっても計画の巧妙さと大胆さがうかがえますねホーム当局は一平さんの賭け金の勝ち負け総額が2年間で623億円に上ると認定した続々と情報が明るみになる中 米スポーツ専門局 ESPN は水原氏と賭博の堂本との間で交わされた生々しいメッセージを掲載している驚くべきことに水原氏は自身のギャンブルパートナー堂本氏に対して賭け金の上限を引き上げるようにたびたびテキストメッセージを送っていたそうです「スポーツベッティングは得意じゃないみたい」「わら」「もう一度限度額を上げてくれない」なんて内容も関係性に変化があったのか翌年の11月には 堂氏から水原氏に対して脅迫的なメッセージが送られました。なぜ電話に出ないのか。私はニューポートビーチにいて、あなたが散歩しているのを見た。返信がないから、直接どうやって連絡取れるか聞こうと思う。すぐに電話してと。そして、今年3月20日、大谷選手の口座から違法なギャンブラー、堂本への資金移動が報道された際、水原氏は堂本にその報道を見た。とメッセージを送りました。 どうもとは、見たよ。でもちろんあなたが彼大谷から盗んだわけじゃない自分を守るためだったことは完全に理解してると返信しました水原氏の返信は衝撃的でした厳密に言うとあなたが彼から盗んだわけではない私が彼大谷から盗んだもう終わりだとこの発言が事件の真実を物語っていますある方が海外で定例とのルーレットを体験した話があります ルーレットをしばらく観察しているうちにこのまま長くやったら絶対に負けると気づいたそうです結局5回ほど見ただけで最後には全額を黒にかけたんです約1万から2万円ディーラーがチップを一つに積み上げると周りのお客さんからは驚きの声が「おお」という感じだったそうですでも結果は黒になり掛け金が倍に その方はすぐにその場を離れたとか目的もなく遊ぶよりは楽しく勝つ確率が最も高い方法だったと思うと言っていましたねこの話のポイントは1 9000回ギャンブルして勝て勝るわけがなないいいととうこと予測の天才でで限りです最近の大手新聞スポーツ紙野球専門メディアはスクープに重点を置きすぎる傾向があります。記事を読んでも 具体的な詳細が省かれていることが少なくありません。水原氏が言った犯罪は非常に計画的なものでした。しかし、その報道をめぐっては、一部のワイドショー、ジャーナリスト、そして影響力のある人物たちが、大谷選手に問題や責任があるかのように主張していましたね。特にひろゆきさんや青汁王子といった人たちは、その主張を続けていましたが、事実が明らかになり、 彼らが間違っていたことが認められると今度は180度異なることを主張し始めるかもしれませんまるで以前の発言がなかったかのように2.4億円という数字には正直驚かされましたこれは一度その道を選ぶと抜け出せない罠にはまるということでしょうかしかしその背景には大谷選手が完全に野球に専念できるよう 信頼してて任せ切っいいたという事情があります事件についてですが FBI が捜査の過程でこれを窃盗と判断したことは大谷選手にとってもそして心配しているファンにとっても一つの安心材料になりましたね最初に聞いた水原氏による6億8,000万円の窃盗には驚かされましたがその後明らかになった約24億5,000万円の盗難は その4倍にも及ぶ額で驚きを通り越して衝撃を受けました。この事件を通してギャンブル依存症の恐ろしさを改めて感じざるを得ません。一般人が返済不可能な額ですから水原氏が訴追されるのは当然の成り行きです。大谷選手との間にあった信頼関係を利用して莫大な金額を盗んだ水原氏は歴史に残るほどの非道な行為を行ったと言えるでしょう。 大谷選手の資産を管理していいたたとされる金融の専門家たちがいますしかし、これらの専門家は日本語を話さず、水原氏の指示に従い、大谷選手の口座へのアクセス権を持っていませんでした。さらに驚くべきことに、これらの金融専門家は、水原氏の言葉を鵜呑みにし、大谷選手本人に確認することもありませんでした。大谷選手からの指示を示す証拠となる文書はなかったのでしょうか。 チームからの年俸が入金される口座は、金融専門家によって管理されているため、水原氏が詐欺を行うことは不可能だと思われていました。しかし、現実は想像以上の事態に。その中心にいるのは、容疑者とされる水原氏。彼は大谷選手になりすまし、銀行員と話をし、大谷選手の背景などを語りながら、銀行口座からの資金移動を指示しました。 水原氏は大谷選手が口座を開設する際の手助けをし、口座情報の設定において通訳を務めました。この口座には大谷選手の年俸が入金されていますが、大谷選手は水原氏にこの口座や他の金融機関の管理を一切委ねていませんでした。それにもかかわらず、水原氏は代理人としての権限がないにもかかわらず、2年間で1600万ドルを盗むことに成功しました。まさに 完全犯罪のような大なです盗まれた金額が1,600万ドルを超えるとされ FBI 国土安全保障省国内歳入庁が介入した理由ももともとの犯罪を通じて大規模な犯罪に使われる可能性があったからです事件の中で最も恐ろしいのは容疑者である水原氏がお金を回収するために大谷選手を尾行していたことです。 想像するだけで恐ろしいですよね。何も知らない大谷選手が、銃社会のアメリカで直接、水原氏の犯罪に巻き込まれていた可能性があったということです。幸いなことに、大谷選手が無実であることが証明されたことは本当に良かったです。水原氏のこれからの人生は、償いと治療で満たされることになるでしょうが、彼が自らの罪としっかり向き合ってほしいと願います。 事件の中で最も衝撃的だったのは、水原氏がお金を取り戻すために大谷選手を追跡していたこと。この事実を知ったとき、恐怖を感じました。何も知らない大谷選手が、銃社会ともいえるアメリカで水原氏の犯罪に巻き込まれる可能性があったと考えると、本当に心配になりますね。幸いなことに、大谷選手が無実であることが証明され、ひとまず安心しました。水原氏については ここれれからの人生が償いとと治療でで満たされるるになるでしょうしかし彼が自分の罪にしっかりと向き合ってほしいと思います FBI がこれだけの調査結果を発表しているにもかかわらず一人ではできないという人がいるのは驚きですね自分の過程を FBI の調査よりも正確だと思い込む心理興味深いです水原一平さんがこのような重大犯罪のすべての罪を背負うとは考えにくいですし 司法取引が成立している以上、調査が正しい可能性は高いですよね。大谷選手が最初から裕福だったら、こんな事件は起きなかったかもしれません。メジャーリーグの最初の年は、25歳ルールの下で約5000万円の年俸、2022年には約7億円、そして2023年には約42億円の大型契約を結びました。2021年まで、 多くの人が二刀流に会議的ででした。さらら。に、カリフォルニアの税率は高いですからそれは水原氏が秘密を隠し続けることができなくなり韓国で開かれたシーズン開幕後の会合で全選手に対して全てを告白したというものです彼はホテルで大谷選手と1対1で会い全てを打ち明けましたしかし複数のメディアによるとその会議で大谷選手に嘘をつき 後に大谷選手に自分の代わりに話をしてくれるよう懇願したそうです。彼は何の準備もしていませんでした。最後まで醜い嘘をつき、大谷選手を盾にして自分を守ろうとしました。これは、大谷選手が水原氏に真剣に心を寄せていることを利用した卑劣な行動だと思います。調査が明らかになった後、大谷翔平選手は疑惑にもかかわらず嘘をつかず、 野球に集中し続けたことで称賛されています。